帰ってきたウルトラマンって1983年大根フィルム版の帰ってきたウルトラマンな、あの、うん、僕も自主映画の人ではあるの で、はいはい、で当時あれってマネタイズっていう考え方なのか分かんないですけど、自主映画の僕今全然分かんないんですよ。あれはね、言っちゃえば、オープニングアニメがあるからなんだよ。いわゆるキラーコンテンツがあるから、はい、だから帰ってきたウルトラマンとかさ、愛国戦隊大日本とか、はい、あの当時の自主映画は全て、ジブリで言えば宮崎監督以外の映画なんだよ。ジブリって宮崎監督映画がジブリブランドっていうのがあるわけだ、はいはい、そしたらジブリの中でも客があまり呼べない人でもジブリ映画ですって言ったらちゃんとある程度宮崎駿監督の3割とか4割客入るじゃん。だから合計してのマネタイズなんだよ、はい、で大根フィルムのいろんな作品っていうのは上映会やって大根3のオープニングアニメとか大根4のオープニングアニメかければ必ずどこの地方でも100人や200人集まるわけよ、はい、だその中で3分で客返すわけにいかないわけよな。そういうコンテンツだったんですかあれ。おうおう、かっこいい。あれは水増しなんだよ。カルピスの原液っていう大根フィルムのオープニングアニメがあって、それを20倍希釈したら、そしたら1時間のコンテンツだったらお客さんだって700円払ってくれるわけ、はい、あの当時700円取ったからさ、はいはいはい、でも3分のものに700円でみんなやっぱ抵抗あるじゃん、はい、実は値打ちがあるのは3分だけなんだよ。なので残りの50分何しましょうかって言ったら、安野君とか赤井君が昔から撮りたかったようなものを水増しすると。そしたら案外面白い。はい。案外面白いラッキーあ、でもラッキーだよな。だから昔からその怪獣映画撮りたいとかそれは思ってるけどさ、はい、それで金が取れると思うほど甘かないよ、はい、うん、その上映会とかいわゆるビデオの販売でそのペイするなんて思ってない。だからあの金は全部返ってこない金だと思ったもん、作る金。なるほど。お前らみたいにすぐマネタイズとかさ、はい、すぐさビジネス成立とかさ PV っていうやつらと志が違うんだよ。おっす、こっちは遊びでやってんだ。お前らみたいな単純商売でやってんじゃねえよ。なんかなんすかね、かっこいいですかねこれは。すごいかっこよくは聞こえるんですけど。